ご視聴ありがとうございます。純愛チャンネルの純です。今回のグルメ特集のスポットは関東屈指の温泉地でもあり観光地でもある箱根です。そんな箱根には美味しいグルメスポットも多数あります。今回は箱根のグルメ特集の第1弾なので、定番ともいえるお店を中心に紹介したいと思います。視聴者の皆様が遊びに行く時の参考にしていただければ幸いです。では早速紹介に移りましょう。箱根といえば水がきれいなのでお蕎麦が美味しいです。ということで箱根湯本のにぎわうエリアから少し離れたところにある箱根暁庵本店にやってきました。こちら大きなだるまで知られる蕎麦打ち名人高橋邦弘氏のお弟子さんのお店なんですよ。メニューを一通り見てつけとろろそばと足柄豆腐を注文させていただきました。箱根は豆腐料理と自然薯のとろろも名物ですからね。ちょっと意識してみました。まず最初にやってきたのはお豆腐ととろろの漬け汁。そばは後でやってくるようです。豆腐にはお醤油を少し垂らしていただきます。箱根はお豆腐美味しいですね。優しい甘さはもちろんですが後味の余韻がスッと切れて引いていく感じに水の良さを感じます。そんなお豆腐を味わっているとお蕎麦がやってまいりました。こちらが箱根暁庵のお蕎麦です。高橋氏直伝のすっきりした二八の蕎麦ですね。たぐってみても適度なコシを感じられ喉越しの良さを伺うことができます。蕎麦の香りも口の中に広がって味わい深い一品です。とろろの漬け汁に絡めていただきます。いただいた感想ですが二八蕎麦ととろろ汁との相性は抜群ですね。ただでさえ良かった喉越しがさらに極まった感じがします。とろろ汁を食べ終えたらつゆで普通にいただけるのでなんとなくお得気分。濃いそば湯までしっかり堪能させていただきました。皆様も箱根で美味しいおそばをいただいてみてはいかがでしょうか。以上箱根暁庵の紹介でした。次のお店は芦ノ湖畔から。箱根神社の近くにあるラ・テラッツァ芦ノ湖を紹介させていただきます。こちらは玉村というライフアートミュージアムと同じ芦ノ湖テラスにあるピッツァがメインのイタリアンレストランなんです。ほぼピッツァエリアですね。開店当時はアクアパッツァテラスという名前で営業されていましたが改名され現在に至ります。人気店なので混雑しますがペット OK のテラス席と店内合わせてそこそこ席数があることやすぐ提供できるピッツァをメインにしたこともあって回転は割と早いです。ただこちらメニューがほぼシェアを前提とした内容に変わってしまいお一人様には厳しいです。以前は500円くらいのサラダがあった記憶があるのですが、まあメニューを効率化することで回転が良くなりこちらも待ち時間が短縮されているわけでお互いウィンウィンなところもあるので何とも言えないですね。たくさんの種類があるピッツァの中で大好きな2種類マルゲリータとクワトロフォルマッチで迷いましたが、こちらのピッツァはサイズも大きくさすがに2枚は食べられないので一番人気のマルゲリータの方をチョイス。するとほどなくやってまいりました。こちらがラ・テラッツァ芦ノ湖のピッツァマルゲリータです。縁がこんもりしているナポリタイプのピッツァですね。こちらのマルゲリータは爽やかな酸味のあるフレッシュなトマトソースがたっぷりと塗られミルキーなモッツァレラを包み込むような味わいが特徴です。そこにバジルの香りがアクセントになって美味しいですね。個人的にはこの爽やかな味わいとクワトロフォルマッチの濃厚な味わいを交互に食べるのが好きなんですよ。やはり1枚でお腹いっぱいになっちゃいました。皆さんはぜひ複数の人数で訪れてシェアして楽しんでくださいね。以上芦ノ湖畔の人気のピッツェリアラ・テラッツァ芦ノ湖の紹介でした。続いても箱根の人気の食事どころ
強羅にある田村銀活亭を紹介させていただきます。今回は新館の方にお邪魔させていただきました。こちら順番待ちは玄関前の発見機で受付して行います。参考に向かい側にある旧館は豆腐カツ煮御膳と豆腐カツ煮定食のみの提供となっています。新館は天井が高く綺麗ですね。メニューをじっくりチェック。豆腐カツだけではなく通常のカツなども載っています。結局看板メニューの豆腐カツ煮定食を注文しました。ジュージュー音を立ててやってきました。美味しそうですね。改めましてこちらが田村銀活亭の豆腐カツ煮定食です。この豆腐カツはこんな感じになっています。箱根銀豆腐の極上の豆腐にひき肉を挟み込んで衣をつけ揚げたものですね。なので煮込んでも固くならず熱々のカツ煮が楽しめるんですよ。食べた感じは普通のカツに比べるとあっさり感じるもののひき肉が食べ応えをプラスしているのでバランスの取れた一皿となっています。少し食べた後で残りの豆腐カツをセルフ豆腐カツ丼にしていただきました。豆腐が柔らかいのでスプーンで簡単に切れて食べやすかったしめっちゃうまかった。豆腐カツには箱根名物の豆腐をうまくアレンジした一品ですね。ごちそうさまでした。以上、田村銀活亭の紹介でした。続いては京都の南禅寺にある明瞭亭、瞭亭の流れを汲むお店、遠野沢のバス停のところにある大御飯懐石瑤楽を紹介させていただきます。こちら大御飯が有名なお店なんですよ。お茶と一緒に出る干菓子も鯛の形をしていて可愛いです。窓の外の緑が綺麗ですね。こちらの料理は鯛ご飯または鯛茶漬けがメインの懐石料理です。今回は一番人気でもあるお店の名前のついたコース瑤楽を鯛ご飯で注文しました。最初に配膳されたのは季節の料理、栗や銀杏、柿などが使われており少し早い秋を感じさせてくれますね。では早速いただきます。いやー、どれも間違いない美味しさですね。だしの使い方が絶妙です。抹茶そばで作った松葉、アジの柿の葉寿司の塩梅に始まり味付けも素材によって変幻自在。ほんとどれも美味しくて夢中になって食べちゃいました。少しずついろいろ食べられるの楽しいですよね。早くもこの時点で大満足しておりました。続いてやってきたのは鯛の荒炊きです。後ろに見えるのはごま豆腐ですね。見てください、この鯛の身の厚み。さぞかし立派な鯛だったんでしょうね。その身に煮汁がしっかり染みていて本当美味しかったですね。滑らかなごま豆腐も最高でした。次に出てきたのは瑤楽豆腐と名付けられた卵豆腐の揚げ出し豆腐です。これプルンプルンの食感と出汁の美味しさが際立ってましたね。語彙力なくて申し訳ありませんが本当美味しかったです。そしてやってまいりました。こちらが瑤楽の看板料理の鯛ご飯です。この鯛をかたどった容器がいいですね。めでたいです。鯛ご飯は鯛の出汁で炊き込まれたご飯の上にそぼろ状になった鯛の身がかけられているんですよ。これ食べ進めるに従って後引くうまさに支配されますね。さすが看板料理です。最近はもう一つのメイン鯛茶漬けも人気とのことでそっちも食べてみたくなりました。あ、この鯛ご飯なんとおかわり自由なんですよ。なので鯛食感の方もお腹いっぱいになれます。お得でしょ。最後はデザートで締め、冬瓜のジャムも美味しく大満足の食事となりました。こちらお弁当のテイクアウトもやっておりまして、
気候さえ良ければお店の横にあるテラス席でいただくこともできますので、覚えておいてくださいね。以上、タイご飯懐石洋楽の紹介でした。続いては箱根旧街道沿いにあるこちらの甘酒茶屋を紹介させていただきます。こちら江戸時代初期から数えて12代も続いている老舗の茶屋なんですよ。箱根の南庄を通る旅人の休憩所として名を馳せた歴史のあるお店です。こちらの名物は店名の通り甘酒ですね。甘酒は冷たいのと温かいの。力餅は磯辺、きな粉のうぐいす、限定の黒ごまとがあります。今回はご覧のように温かい甘酒と磯辺の力餅をいただきました。磯辺のしょっぱさと甘酒は相性抜群。汗をかいた後などには最高なんじゃないでしょうか。甘酒自体も甘さの中に塩気があって最高でした。皆さんも箱根に行ったら立ち寄って昔の旅人の気分に浸ってみてはいかがでしょうか。箱根峠の甘酒茶屋の紹介でした。箱根のプチグルメで一番有名なのはこちらではないでしょうか。一つ食べれば7年長生きするという黒卵を求めて大涌谷へやってまいりました。お目当ての黒卵は大涌谷黒卵館で販売されています。一つ5個入りです。そしてその黒卵は同施設にあるワクワクキッチンの中でいただくことができるんです。早速カフェオレと一緒にいただいてきました。こちらが黒卵。袋の中にこれが5個、食塩が1袋入っています。卵が黒くなる理由は温泉につけると卵に大涌谷の温泉地の土壌成分である鉄分が付着、これに硫化水素が反応して黒色の硫化鉄となり黒い殻のゆで卵が出来上がるんだとか。あ、殻は黒いですが中身は普通の色ですよ。で、黒卵ほかほかでめっちゃ剥きやすいです。流行の半熟ではないですがシンプルに美味しかったですね。一人で5個食べたから35年長生きできるのかな。元気なおじいちゃんになりたいです。大涌谷は噴火警戒レベルが引き下げられたことで7年ぶりに自然研究路の散策ができるようになったのも朗報ですね。皆さんも箱根を訪問したら黒卵を食べて長生きを目指しましょう。以上、大涌谷の黒卵の紹介でした。続いては箱根駅伝ファンにはおなじみのあれを求めて宮の下へ。そうです、次は渡辺ベーカリーの温泉シチューパンを紹介させていただきます。この温泉シチューパン、箱根駅伝を応援に来た人たちに配られる名物のパンなんです。これテイクアウトもできますが、今回は店内のイートインスペースで熱々をいただくとしましょう。ドリンクはホットコーヒーを注文。こちらが箱根駅伝名物、渡辺ベーカリーの温泉シチューパンです。くり抜いたパンの器の中にビーフシチューが入っていますね。具はお肉、人参、じゃがいも。早速いただきましょう。先に蓋の部分からいただきます。ビーフシチューにつけてっと。思った通りうまいですよね。うまくないわけがないじゃないですか。パンの表面がカリッとしているのも良きです。蓋を食べ終えたらシチューをいただきます。うん、お肉も柔らかくて美味です。最高。シチューを食べ終えたらシチューが染みた器の部分をいただきますよ。ほんと語彙力なくて申し訳ない。美味しいです。シチューパンは先ほども触れたようにテイクアウトもできますが、すぐ食べるようですね。中に液体が入っていますので、皆さんも箱根を訪れた際は箱根駅伝名物温泉シチューパンを味わってみてくださいね。宮の下の渡辺ベーカリーの紹介でした。宮の下エリアからはもう一軒、味丼が人気のお寿司屋さん、寿司宮富士を紹介させていただきます。
国道1号線からちょっと入った路地のところにお店はあります。こちらの看板メニューは冒頭に言った通り味丼ですね。その味丼がミニになる代わりにお店おすすめの巻物2本とセットになった宮藤御膳というのもあります。自分いろいろ食べたい人なので今回は宮藤御膳を注文させていただきました。カップの絵はご主人が描いたものとのこと。ご夫妻が可愛いです。この小さな折り鶴で作った作品といいご主人多才ですね。お待たせしました。こちらが宮藤御膳です。味丼美味しそうですね。こちらは宮藤巻きとトロタク巻きです。味丼にはあらかじめ味がつけてあるのでこのままいただけます。この味丼ほんのり柑橘のような味がしてさっぱりといただくことができます。そこに油の乗ったアジの味わいが加わってめっちゃ美味しいですね。対して宮藤巻きとトロタク巻きはトロがたっぷり入っていて甘くて濃厚な味わいが楽しめるんですよ。さっぱりした味丼と濃厚な巻物、最高の相性でずっと食べていられそうなコンビネーションでした。宮藤御膳おすすめです。大将の感じもよく気持ちよく食事をすることができましたよ。皆さんも箱根を訪問した際は味丼やお寿司を味わってみてはいかがでしょうか。寿司宮藤の紹介でした。最後はこちらも宮の下エリアから、かのヘレン・ケラーやチャップリンが宿泊したことでも知られている箱根のクラシックホテル富士屋ホテルのレストランカスケードを紹介させていただきます。こちらのレストランカスケードは本館から渡ったカスケードウィングの3階にあるのですが、大正9年建築の旧宴会場カスケードルームを復元したレストランなんですよ。格式高いホテルのレストランですが、ドレスコードが特別設けられていないので旅行時の軽装でも行くことができます。メニューを確認、かなりいい値段ですね。まあもうここの場合は料理だけではなく歴史ある建物の中でご飯をいただくアトラクションだと思いましょう。ということで人気メニューのビーフカレーをサラダとコーヒーのつくセットメニュー A で注文しました。まずはサラダ。サラダのドレッシングはホールスタッフの方がかけてくれます。そのドレッシングはトマトのドレッシングとのこと。甘くて美味しかったですよ。そしてこちらが富士屋ホテルレストランカスケードのビーフカレーです。福神漬けをはじめとする付け合わせが6種類、箱根名物の寄せ木細工の台の上に並べられていますね。カレーはとろみのある完全なる欧風カレーです。ビーフがゴロゴロ入っていてカレーよりも多かったのではと思うくらいでした。そのカレーをライスに丁寧にかけてと、かけ終わったら付け合わせも乗せて盛り付け完了。ではいただきます。ビーフは天下の富士屋ホテルですからね、もちろん柔らかくて美味しいです。そしてカレーはフルーティーにも感じるくらい甘さの後から辛さが追いかけてくるタイプ。スパイスカレーのように鼻に抜ける香りを楽しむというより舌で味わうカレーかと。100年以上受け継がれてきたカレーはカレーというよりもお肉料理でした。余韻に浸りつつコーヒーをいただいてランチ終了。ホテルの館内にはヘレン・ケラーゆかりの御長通りの彫刻などもあります。皆さんもそんな歴史ある富士屋ホテルの中で食事をしてみてはいかがでしょうか。以上、富士屋ホテルのレストランカスケードの紹介でした。いかがでしたでしょうか。今回のグルメ特集は関東屈指の温泉地でもあり観光地でもある箱根から定番ともいえるお店を中心に紹介してみました。まだまだ紹介したいお店はありますので、いずれまた第2弾などもやってみたいと思っています。この動画が視聴者の皆様の
箱根旅行の参考になれば嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。